立川楽市はにぎわいあふれる街づくりを目指して、立川市民祭、立川あきんど祭、立川市農業祭の3つの祭りが合同で行う市民主導の参加型の総合イベント。会場となった国営昭和記念公園緑の文化ゾーンには、飲食店をはじめ地元のスポーツチームによる出店などたくさんのブースが並びます。市民が中心となり運営する市民祭では、音楽の街立川を存分に感じられるステージイベント、そして2020年の東京オリンピックで正式種目として追加となったボルダリングの体験会を実施、多くの子どもたちが参加していました。また農業祭では地元野菜で作られた宝船が会場に展示されたほか、立川産の新鮮な農産物を中心に植木や苗木などが販売され、皆さんはお気に入りの品を購入、お土産を買う場としてもにぎわっていました。そして市内の商工業者の方たちを中心に行われたあきんど祭では、企業や商店の物産販売、模擬店などおすすめ商品がずらりと並びました。場所を変え、花みどり文化センター内では立川を舞台にしたアニメによる町おこし、とある自治体のシティプロモーションのコーナー、また現在放送中、こちらも立川を舞台にしたアニメ謎解きねのブースでは原画展を開催、作品内に登場するキャラクターの声優たちも応援に駆けつけ、イベントを盛り上げていました。2日間にわたって行われた立川楽市、立川の魅力を広く発信するイベントとなったようです。